真央のことをやはりこう意識して、副題として、妻の名前が入った題名を入れさせていただいた内容には、堀越家のお話が投影されているところもあるということですかね。順々にちょっとスタンプが。この平家に 親子の絆、中野源平、実盛パート2と入っていますがこれにはどんな意味が込められているのか教えていただけますかあのやはりこの台本と舞台を見ていただければ分かるんですけども、まあ、先ほど石原さんがおっしゃったように、えー、日向鶴の父は実、ま、盛、あ、牛若丸の母は時はと。 いうことでやはりこの私がこの2人の別々の親を演じ分けるという中でやはり親子の絆という中でどうしても石川さんがそのん真央の。 ことをやはりこう意識して脚本も書いてくださっているのでなんかその文字を入れたいというお話を当初頂い,いてその中でさまざまな案の中で石川さんが56個かな題名をくださった中で副題として妻の名前が入った題名を入れさせていただいたという感じですね、はい、ではあの内容には團十郎家といいますか堀越家のお話がこう 投影されているところもあるということですか、ね。え、<laughs> あの、あのー、えっと、炭治郎さんのの。いや、それはあくまでも、はい、平源氏の中での。 話平家の中での親子の情愛まあ難しいんですこれ源氏型でありながら平家でいるサネモリとか、まあ、そういう人間模様が理解した上であくまでも親子の情愛をサネモリは娘の雛鶴を時輪は,は息子の牛若をということなのでそこの演出セリフはあくまでもお芝居ですですがそれをご覧になった方が 堀越家のことを想像されるかどうかはまた別のお話なので、はい、ですから特にそこを入れ込んでるわけではないです。